まあ、住んでるのが佐賀なんですけど、佐賀の地の利っていうので、まあ、仕事また商売っていうことを考えたときに、世界市場っていうのをどうしてもその、取るビジネスをできないんですね。インターネットの世界か、こういう口コミマルチレベルマーケティングっていうこの業界か、まあ、これしかないな、まあ、その中で僕ができるビジネスはマルチレベルマーケティング、口コミだったら僕にも可能性があるな、まあ、そこでじゃあ、世界的な市場を取れるような、また世界的にリードするような会社、そういうところがないのかな。で1ヶ月2ヶ月、このモナビという会社を調べさせてもらった時に、あ、これはもう本当に僕がやりたい仕事だと。今から10年後20年後を見た時に、このモナビっていうのは一流になるっていうこの可能性をすごい一番感じました。でそれはやっぱりここを作り上げた最初の創業者、まあ、今でも創業者ですけど、ダリン・ラーセンという社長、この人の思いっていうのが一番感じたところですね。ダリン社長と最初にお会いした時の、まあ、僕の第一印象なんですが、僕はあの英語があんまり分かんないですから言葉は分かんないんですけど、まずその感覚的に、まあ、人間対人間としての感覚的にあったかい人間だなっていうのを一番最初に感じましたね。温かさって、まあ、こういうネットワークビジネスって人を巻き込んでいく仕事ですから、まあ、そういう意味では、あ、今このモナビっていうのがね、やっぱりこう、どんどんこう成長していく、そこには人が関わっていく、その人がついてくるっていう、ダリン・ラーセン社長が責任っていう部分を重く取って、そして責任を取っていけるような人だなと、まあ、それが一番感じましたね。ブラックダイヤモンドになった、思い、まあ、まずあのグループの方に、まあ、一つ感謝っていうのが一番のことなんですね。やっとこう、まあ、モナビビジネスっていうのが、僕にとっては始まった。まず心のゆとりがすごいできました。晴れ男って最近僕は言ってるんですけど、昨年ですね、こうモナビ始め出して、肝心な時だけじゃなくて、もっと言うとゴルフの時でも自分たちの上だけは晴れてるって、それが何度もあったんですね。でもそう、これって何か変わったよね、自分が変わったのか、まあ、流れが何か僕の人生の中で流れが変わったような気がしますね。目標とか夢とかっていうのはもちろん僕もずっとあるわけですけど、その夢が鮮明に見えてきたっていう、まあ、その鮮明に見えたおかげで、気持ちがすごくその、前向きになって、そしてまた、それに対して仕事の量っていうんですかね、仕事の量は逆に増やしてます。今の僕にとってのモナビっていうのは、もう朝から晩まで、欲を言えば寝てる時もっていうぐらい、モナビっていうのは僕のライフスタイルなんですね。まあ、仕事って言えば仕事なんでしょうけど、一番こう人生の中でもう楽しくってたまらないっていうのがモナビの僕にとっての位置づけっていう。こんにちは、三宮です。大園さんですね。とにかく彼は先が見えてる人です。次の時代を読める人です。それとやっぱり信じられる人ですね。僕らみんなついてきました。一緒に頑張ります。ありがとう。大園さん、ブラックダイヤモンドおめでとうございます。僕はもう10年大園さんと付き合いがありますけど、本当に大園さんと一緒に仕事ができてよかったと思います。これからもグループのため、メンバーのためよろしくお願いします。僕にとってのメンバーさんっていうと、人生に対しての本当にこう仲間っていうんですかね、自分のグループの人たちからいただく、エネルギーっていう、まあ、それと逆にそれに応えたいっていう、まあ、その思いが一番の原動力になってますね。まあ、僕も一つの責任っていうのはありますし、責任と同時に、まあ、グループの方に大成功していただきたいなと、まあ、そういう気持ちで、独自の、まあ、主催をやって、勉強会であったり研修会であったり、まあ、こういうことをやってるわけです。夢はあるけど夢を実現できないっていう人たちって多いと思うんですね。まあ、そういうチャンスを最大限に、まあ、出してくれるっていうんですかね、このモナビっていうのを一つの素材に、まあ、自分の人生のライフスタイル、また人生の物語、それを作っていく一つのこう気づきの場としてなってもらったらいいなってことですね。あ、お疲れさ。まあ、チームワークっていうのがすごいこう感じますね。やります。みんなで成功をつかみます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひですね、人生でいろんなこうチャンスっていうのがあると思うんですが、僕もそうですけど、皆さん最後のねビジネスチャンスと、人生の中でビジネスチャンスって思って、今はぜひかかっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。